お前の体はお国そのものだ。敵の手を渡してはならん。私が派遣されたのは、護衛徹底コースの準備をするためです。君は経験不足で何も分かってない。ルソンは敵の手に渡りました。大規模な攻撃が予想されます。隊長殿、これからどうしますか。体制を立て直そう。まだ気力の残っている信頼できそうな兵士だけをこちらに残そう。4人でうまく連携すれば数百は壊せるだろう。アメリカ人はどこ行った。ノヤキ、ワローベル。俺は通常の軍隊の兵士ではない。水学校で秘密の教育を受けたんだ。最初の秘密、君たちに死ぬ権利はない。木の根子供食って生き残るんだ。はい、はい、隊長殿と一緒にやります。勝利の日まで。畑仕事は許すにしても、奴らに常に危険を感じさせておけば島全体を支配できる。3年でも5年でも止まれ、必ず迎えに来る。奴らはワーオーバーと言っていました。みんな聞きましたよね。お前のその態度、二人になったからってな、安全だと勘違いすんじゃねえぞ。いいか、すぐそこにある。俺たちの近くにある。南の海岸にやってくるから、そこで待てと言ってる。必ず迎えに行く。あの日あの人はそう言った。